今回はフェイズシフト走行にフルアーマーは不要、意外と出てこないフルアーマーストライクガンダムに対する反応集をご紹介します。フルアーマーストライクガンダムって公式で出ないの不思議な気がする。適当にラミネート装甲で作った装甲かぶせたとかでできるだろうに。知らないバックパックがどんどん増殖してるし、正統派なフルアーマーも見てみたい。ストライクとインパルスのフルアーマーか見てみたい。デュエルで成果があまり出なかったから作られなかったんじゃない？ストライクにわざわざ着せる余裕なかったんじゃね？結局はバッテリー消費するし。まずフェイズシフト走行ついてるから鈍重なフルアーマーにするより機動力上げて回避した方がいいだろうしな。バッテリー問題はパーフェクトストライクみたいにバッテリー複数乗せである程度対処はできそう。そこまでして鈍重な機体にするなら飛び回って回避した方が長持ちしそう。そもそもストライクの強みってパックでの拡張性なのに、それ捨てるくらいならデュエル系列の機体でやればいいやってなるでしょ。ストライク乗ってるやつは回避型だしな。とりあえずフルアーマーにするのは宇宙世紀のノリだから。そもそもフルアーマーの本場の宇宙世紀だって考えたけど、機動性死ぬからボツみたいのばっかじゃん。ラミネート装甲は盾に使えるんだし、装甲に使ってもいいよね。ビーム散らせるからフェイズシフト装甲とも相性いいはずなんだけどな。ビーム兵器全盛期になるんだしたい、ビーム増加装甲はありだと思うけどな。フェイズシフトは実弾に強いだけでしょ。実は普通の装甲よりマシぐらいだけど、対ビーム性能もある。ジェネシスぐらいの出力になれば戦艦のビームも弾く。暁みたいのもいるのに、それがスタンダードにならないってことは、少なくともモビルスーツに限ってはフェイズシフト装甲の方がニーズが大きいんだろう。そしてフェイズシフト装甲以上の防御力となると、衝撃自体を無効化するしかないから、あの世界にはまだない。コズミックイラ世界は大体重い機体はダメだなって結論になってる気がする。見栄えがいいから好きだけど、重くするより早くした方がいいってのはわかるから悲しい。ジンのアサルトシュラウドとか、ダガーのフォルテストラとか、コズミックイラも用心鋭が増加装甲作ってるじゃん。フルアーマー化が流行ったのなんてガンダムでも初期の方だけじゃん。フルアーマーって名前じゃないだけで、ファカはバリエーションとしてよくあると思う。アブアランチエクシアとか、バルバトス第6形態とか。大好物。バックパックの数は増えど、肩マウントはあまり活用されてないのは好きじゃない。肩でシルエット変わるのもストライカーシステムの利点だろうに。でもそれ不便だったみたいだから、アナザートライアルやライゴーでは配具に統合されて、バックパック乾燥システムの時点で追加装甲プランの必要性ねえんだよ。もともとがフェイズシフト装甲だから、やわなわけでもないし。防御特化になるストライカーパックってあったっけ？シールドストライカー。フルアーマーやるにしても、ユニコーンみたいな武器ガン盛りの方になりそう。できたよ IWSP。IWSP すら老化かんばしくなかったのに、フルアーマーなんてとても。ブルーフレームにフルアーマーみたいなのがあった気がする。あったが、まああれは特殊任務用の防護スーツみたいなもんで、変形して推進機にもなるやつだから。ストライカーパックは構造的に上半身にしか漏れないから、フルアーマーをマージュやろうとすると足装甲の扱いに困るんだよな。作るか、膝に肩みたいなマウントつけたストライク。アサルトシュラウドは装甲ってより火力と機動力のためのアーマーだからな。防御兵装ならゲシュマイディッキパンサーとか、アルミューレユミエールとかもあるけど、策撃的にも主人公側が使うには強すぎる。連合は鈍重なモビルスーツ作るくらいなら、でかいモビルアーマー作ると思う。フルアーマーかとか、純正マジで嫌がりそう。劇中で出ないのはわかるとして、ビルド系でも意外と出てこなくてびっくり。ファーストカラーグに抜いてシュベルト、ゲベールに投入でいこう。ソードから見ていてよくねってなりそう。防御力は足りているからフルアーマーかの利点がなさそう。やるんなら電池ガン済みしたブラックサレナ的な仕様だわな。デュエルがすでにやってるから。まあデュエルとお揃いストライクってのはビルドのネタとしてならあっても良さそうではある。ついでにバスターの方も持たせて、ストライクアサルトバスターにするか。見た目の差別化が難しいよね。
ジュエルアサルトシュラウドとフルアーマーストライクって全身を装甲で覆ってしまったら、わかりやすい違いって頭部だけになってしまうし。ミラージュコロイドとビーム変更装甲とカネピカ装甲でフルアーマー化するか。パーフェクトは自分の装備だったが、フルアーマーは他の4機の武装をもらおう。イージスからはうんと、盾だけもらおう。超魅力的な腰のサイドアーマーがあるだろ。バスターの方とかぶるな。くっつける位置調整したらつきそうだけどな。肘のサーベル兼クローガールではないか。エヌフェマーキャンセラーでもつまん限り、エネルギーと機動性に問題抱えてしまいそうだな。フルアーマーフリーダムを作ればいいのか。ミーティアリフトオフ。略して不自由ってどっかで見た。ラミネート装甲って確か当たっていない装甲に熱を分散させてビームを無力化する仕組みでしょう。モビルスーツの装甲のサイズだと大して意味ないんじゃないかな。手持ちのシールドとしてよく使われてる。そのせいでコズミックイラのビームライフルは活躍しにくい。その通り、でかいのに使わないとあんま効かないし、限界が来ると一気に全損するからモビルスーツの装甲としてはかなり不適切。ストライクがもともと持ってるアンチビームシールドの方は表面構造で散らす仕組みだから複雑な形にはできないしな。ラミネート装甲の特性上ジュナメスの GN フルシールドみたいな形にしないとダメだよな。一応ジュエルという実証試験が出ても装甲強化面が後続に繋がらなかったのは思ったより結果が出なかったということなので、変に増加装甲つけるなら最初から堅牢な作りのを新しく作ればいいになり、ラミネート装甲も105ダガーでコストの割にモビルスーツサイズだとイマイチな感じに収まり、結果的に既存機をフルアーマーで防御力上げるよりは武装てんこ盛りで水力を追加した方が良いみたいに流れていったんだろうなと。アサルトシュラウドはシグーン、ジンの分はあるぜ。ジンアサルトはブルーセカンドと互角にやり合っているのでかなり強力、低水高はないけどな。アサルトシュラウドも下ブルデュエルも大きな戦果残せなかったし、装甲モルならフェイズシフト装甲でいいじゃん。それより武器モルベガーの世界のアンサーっぽい。ロングダガーとデュエルダガーのフォルテストラは結構活躍してたらしいから、ちゃんとしたパクリの方が有用だったんじゃないかな。そもそも既存品をフルアーマーするくらいなら最初からフルアーマーっぽいやつ作った方がいいねん。初っ端なフルアーマーで打ち尽くしからの速パージみたいのなら話は変わるだろうけど。それがブルデュエルになるのかな。フルアーマー化のついでに足バルカンもつけて、純章がどんな反応するのか見てみたい。重たくなるので外してくださいとマジレスされる。アーマーを増やすより電池を1個増やす方が嬉しいのかも。ストライクが本体だけザフトに奪われていたらストライクアサルトシュラウドが作られてたかもな。強奪時に予備パーツとかも一緒に奪ってて本体からデータ吸い出しも戦艦内で即やってるから、ストライクを奪える状況ならパックも一緒にお持ち帰りされて普通に運用されるだけだよ。テスタメントの設定考慮するとパックだけ奪えなくてアサルトシュラウド装着するにしても極短期間だろう。パーフェクトストライクがそれじゃないのか。武装モルだけ持ったユニコーンとかでもフルウェポンじゃなくフルアーマーって名付けてるから、別世界だってことを無視すればマルチプルアサルトストライカーは該当するパックだと思う。アサルトシュラウドも装甲モルのはおまけで、目的は火力と水力強化な攻撃系フルアーマー枠だし、ゴテゴテ重装甲にしなくてよくするためのフェイズシフト装甲だからフルアーマーは本末転倒ではなかろうか。作中設定的なところはともかく、メタ的にはシードの初代パロ&好き放題な派生機の方針からすると、フルアーマーガンダムがいないのは確かに不思議かも。ふとしましいフルアーマーで芸風のスタイリッシュアクションが難しかったんだろう。アサルトシュラウドも起伏で感薄いし、フルアーマーかより、ビームガトリングとかマイクロミサイルマシマシのストライカーパック出してほしいな。この動画は、青木清浄なる世界を作る組織、ブルーコスモスと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。短い
し尽くし